パラサウロロフスは中世代白亜紀後期の北アメリカ大陸に生息した大型の長脚類。俗名はサウロロフスに近いのい。ただしサウロロフスとは特に近縁というわけではない。体長約9.5から10メートル、肩高5メートル。体重は約4トンに達したと推定される。頭頂から後方へ伸びると坂が特徴的。この景観の内部には コリトサウルスやランベオサウルスなどと同様微空から、頭骨後方へと伸びる骨の管があり、そこから、管の先端で折り返して、頭骨内部へと導かれる。パラサウロロフスの場合、この骨の管は全長が1.8メートルで、大人一人分に相当するが、内部構造はもっと複雑なので、実際に空気が通る道は3メートル以上に達する。この構造の目的としては、 発見当初から様々な説が流れた。水中で呼吸するための空気ダメであったり、もしくはシュノーケルだった。もちろん、タンクにしては容量が小さすぎるし、シュノーケルにしろ構造の先に穴など開いていなかったので、これらの説は恐竜が水中で暮らしていたとされていた時代の先入観が生んだものである。現在では、 鼻腔内部の表面積を増やすことによって、嗅覚を発達させた、内部で声を反響させることでより大きな声を出せた、などの説が主流になっている。この景観は、メスより、オスの方が大きく、おそらくは、ディスプレイなどにも使われたとされる。フィクション作品において、本種は、パラサディンキーダイのスのパラサ、爆竜戦隊、アバレンジャーの爆竜、パラサロッキル、 充電戦隊恐竜ジャーの充電流パラサガンなど、キャラクターのモチーフになることが多い。古代王者恐竜キング D キッズアドベンチャーでもヒロイン、タツノマルムのパートナーにパラサウロロフスが採用されている。漫画、地獄先生ヌベにも現代に、フロ長寿の呼吸法で生きながらえた個体が登場する。ありがとうございます。